少し歴史のところもお伺いしたいなと思うんですけれども、大体年代でいうとどのくらいのところから始まったものになるんでしょうか。そうですね。もともと香木というものが、伝来してきたのは八ヶ時代とかになるところですけども、香道として芸道として出来上がったのは室町の頃ですね。東山文化そのあたり。香りを聞くっていう表現というのは香道独特の表現なのかなと思っているんですけれども、本当に香道っていう香りを聞くっていうことは芸道としてのものなので、この雰囲気、この世界観を楽しんでいただくというものなんですけども、その中で、匂いを嗅ぐではなくて聞くというのは、その香りに、心を傾けて、自分でどういうふうに感じているのかを、問いかけるといった意味合いで聞くというのではないかと、私はそのように解釈しております。神社仏閣オンライン。